こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギリコちゃんです。フェニックスということで、マリシテが降臨しているので大感謝ガチャで出たフェニックスを使って攻略していきたいと思います。いやちょっとね、疲れましたね。いや、ほんとこれ実はテイク5ぐらいです、もう4回負けてますからね、最終ステージで。というのもフェニックス飛行はついてていいんだけど、ダメージウォールがついてないから、唯一の反射バックで使ってるんですけど、ほとんど動けないんですよ。仲間に当てに、うまく当てに行かないと死んじゃうみたいなレベルなんで、超使いづらい。やばい、マジで。すげえ弱いよ。いや、これ、チューンって5万ぐらい、6万か。右に移動していきましょう。もう慣れてきたな。やっぱ慣れてきた。おいおいおい、そっち行っちゃうのか。すげえな。すげえな。決まりですね、なんか分かってきちゃったよ、はい、ありがとうございます。ちょっとだるくなってきてる。次はフェニスさんがいるから、フェニスさんはちょうどいいところにいます。はい、左上か右上のおじさんの間入ってね、押せばいいんじゃないですかね。頑張っていただきたい。さくらとシンデレラに当てみましょう。シンデレラはベリービンガーとさくらに当てみましょう。まずゲージミス気をつけないと思いますね。さっきゲージミスしたからね、ちなみに。油断するとゲージミスするから気をつけて。危ない危ない危ない。フェニスさんがもうこれでね、左右動けなくなっちゃったから。フェニスさんね、しかもスピード速いんだこれ。めちゃくちゃ速いんだほら。よっしゃ。バラララってさ、ね。いいダメージだ。全員で当てればいいっすか。オッケー。ジョジョン、されてなかった。されなかった。いいじゃん、これ。いいじゃん、これってよく書いたら、テイク5ぐらいって言ったじゃん。全部ちゃんとラストゲージまで行ってるからね。ラストゲージまでは当然いけるんですよ。なんかちょっと演技するのも疲れたからさ、言うけどさ。よいしょ。いいフェニスさんか。フェニスさんは下に入りたいね。ちょっと位置悪いね、フェニスさんの。でもいけるっしょ。出た、出ましたよ、この腰張りが。腰張り来ると結構きついからね。ベビーリンがまあ横にいるからいっか。よいしょ、綺麗な横感しちゃったね。素敵だ。当て感しよう。よいしょ。お、好きなんだね、おじいちゃん。超近い。おじいちゃんマニアかな。よいしょ。ここで倒す。OK! いや、みんなね、フェニックス意外と舐めてるけど、弱いと思ってるでしょ。超弱いから。あんま使わないがいいよ。はっきり言って。超弱い。本気で。びっくりするよ。この弱さはね、筋金入れます。レーザー来ちまうから、全員ずらそう。ちょっと左に全員っていうか、あの二人ね、レッツゴー、飛び立て。フェニスさんちょうどいいとこにいるんだ。あ、フェニスさん、ね、おじいちゃん倒そうか。ね。ね。あいつ意外と邪魔だから。あ、これ全員避けたじゃん。よし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 。
然避けた。全員当たる。全員当たんねえけど。ホーミングに当てるのが結構でかいからね。いって!6800? すげえダメージだな。よいしょ。あ、そろそろ。あ、ゲージ来るやん。サークルが。いっててててててて。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。回復。レッツゴーに飛び立て。危ないな、でもそろそろ。そろそろ、そろそろ危ない匂いしてくんね。よいしょ。オッケー。これでよけた。さくらだけ当たっちゃうか。やばい。オッケー。次がチェリージーニア。いて!倒しに行く。オッケー。疲れた。みんなフェニックス連れてって、マジで、本当に。参っちゃうから。マジ疲れる。びっくりするよ。あ、やべ、ミスった!集中力ゼロ。やばいね。真ん中に行かなきゃ OK。危ねえな。何してんだよ。ちょっと次やばくないこれ。あ、やめて、これ。立て干しを。早いからさ、こいつ。真ん中にずらしちゃうんだよね。あ、でも大丈夫だった。これで。こうすれば、大丈夫ですか?立ったかな?あ、大丈夫ですか?オッケー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 。こんな感じで、行けば大丈夫だったね。いやー、きついね。立て干して。いいね。チュン!いいんじゃん、いいんじゃん。上に上がっていこう。いいか。あ、上がらなかった。あ、でも倒した。いいね。おじさん倒せば OK よ。全然バンジ OK。いや、もうフェニックスはね、冒険すると危ないからな。あ、今回フェニックスうまくいった。フェニックス、あ、痛い痛い痛い。うわ、やめて、ずらすの。危ない危ない危ない。うわ、フェニックス何してんの?ほんと危ないよ、それ。でも、ここで使っちゃおう。あ、使わない。よっしゃ!いて !14000! やばいやばいやばい。次来ないから。あ、ちょっと出すよ、OK。ね。やってくれたぜ。やってくれたぜ!よし、倒そう。ここで倒さないよ。倒さないと負けるよ。よし!いいのかわかんないけど。何がよしなのかわかんないけど。いて!おい。うわ、倒しちゃった。回復取りたかった。取りたかった。お、お、チェリーウィングだ。チェリーウィンガーだからいいじゃん。オッケー、これで3つ倒して、シンデレラ感は、別に、あんま気にしなくていいから。あ、待っててほしい。おお、すっげえ出るね。それで、あの、ビットを壊したい。OK。で、意外と上の間に入ろうとすると、俺の腕だと危ねえから、ちょっとこれは、縦勘で、やり過ごす。で、次回復する。全員当てて。完璧。こうやって回復するね。ごまかして。まあ、しょうがないでしょ。下手な人はこうやって努力しないといけないんだよ。意外とチェリーウィンガー足遅えな、おい。あ、うまい。よし。やってるならね。攻撃でパックに取ったら、OK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 。え、フェニッチャンスタート危なくないか?フェニッチャンスタートか。フェニッチャン仲間な、きついな、真ん中にどすんだからな。あ、違った。そこか。
ちょっとね、シールドとおっちゃんの間に入りたい。くっそで、火が逃げました。オッケー。オッケー。全然オッケー。ちょっと気をつけないとね、ここは。やべ。使いたくちゃうから回復取って。取れねんかい。やばい。あ、やばくない、大丈夫だった。で次で回復できるから。サークルも気にしながら、よいしょ。これがサークル。美味しいじゃん。OK。3万8000。この状態だったら、ストレスを使ってもいいでしょ。ね。こいつの、あ、そっか、自身のスピードか。微妙だな、したら。で、右に向けていく感じですよ。うわ、きついね。これこそここで使った方がいいんだ。タイミングで狙い撃ち。よいしょ。しょうがない。倒して。おお、強え。強え。あ、こんな強いんだ。知らなかった。いや、不死鳥の番が来たよ。みんな。でも不死鳥何もできないと思う。いいね。この不死鳥、痛い。不死鳥いいね。使っちゃうよ、でも。不死ちゃんいっちゃう？一本いっとく。ちょっと上に当てて、カンってやって、シンデレラの方行きたい。行け！プッショットない！あ、ダメ。ダメ。ここは危ない。よいしょ、逃げる。よし。何が逃げないと危ねえわ。危険だな。オッケー。なんとか大丈夫っすよ。下のやつを倒せ。いやー、危ない。これ倒せ。この危険なやつを倒そう。危なっかしいからね。なるべくダメージ入れたくない。5万以上。いって、誰だよ。さくらかよ。来た。こいつは危ない。そして左の方行けば、間入れんじゃない？うー、危ない、危ねえ。行け、回復もついてるし。桜吹雪の前だ。結構いいんだ。あ、弱っ。しかも真ん中に綺麗に行くっていうね。やばい。それはまずいってよ。うー、痛い。うわ、危険だなこれ。待ってろ。倒せねんかい。次がきついわ。あ、でも大丈夫。フェニッちゃんの番だ。フェニッちゃんの、しかも回復出た。ラッキー。いいじゃん。頼むよ、フェニッちゃん。お！いいんじゃないの？よいしょ！いいんじゃないの？怖いけど、使っちゃう。これで行って、右の、あの、浪士を倒したい。浪士！よし！この浪士さえ倒せば伸びがなるっしょ。白バカと来ないよね、まだ。あ、やべえ、攻撃力アップしちゃった。これ危ねえな。
まだ大丈夫っしょ。じゃあ行って、バカ。オッケーオッケーオッケー、行った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 。いやでもこれはもう危険だな。血の匂いがプンプンするもん。次のあれで死ぬだろうな。サークルで3つなるべく取って、あ、死んだ。これは死んだわ。あ、死んでない。何、生きてるだと。勝てるんじゃないかこれ。勝ったでしょこれ。おら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 、お、勝ったんじゃないこれ。よいしょ、頼む、これで倒して。よっしゃー、危ない。見事だよ、勝った。全然スピーキングができないけど、フェニックスマジストレス。やばいよフェニックスは、はっきり言って。まあいいや、不死鳥のような回復力を持ってるからね、これは嘘じゃない。お、しかも落ちた。まあこれが不死鳥の力だ。はい、というわけでなんとかクリアすることができました。不死鳥の回復力に注目だ。というわけでイコちゃんでした。バイバイ。おい、なんでこんなプレイしてるのか分かんないけどな。ド M? バイバイ。